どうもこんにちは。こんにちは。本日はトムチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。本日は声だけの出演になりますが、水木と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。インタビュー形式で今回を送らせていただきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、トムさんは、はい、いろんなスポーツ選手、プロのスポーツ選手、特に今までだと、ラグビー選手、アイスホッケー選手などに、はい、ボクシングの動作を取り入れたトレーニングを行っているということなんですが、どうしてボクシングの動作を取り入れているんでしょうか。はい、特にオフトレ、自分の本業の種目である試合が遠い時期に、慣れない動作を覚えさせて、いろんな体の刺激を与えるというのが狙いです。例えばですね、ボクシングのグローブってだいたい 500g 弱ぐらいはあるんですけれども、それを両手に持って振るということは、どうしても遠心力がかかるので、バランスを整えないとそういう動作がスムーズにできないんですね。で、さらに鋭く振るには体をねじるので、体をねじるっていう動作を、発揮するために地面からの反発力が必要なんですね。で、地面からの反発力を使うために地面を蹴るために足裏のどこが地面に接地していて、足裏でどのぐらい地面を蹴っているかというのが重要になります。で、そこにですね、全身協調性といって、脳から出てる運動神経が足裏を通じて地面を蹴って正確に自分の体を操れるかっていうところにあるんですね。で、それでさらにやはり重いものをたくさん振っている、グローブを振っているので、筋持久力なども鍛えられるというトレーニングだと思っております。で、それらをですね、自分の種目、本来の種目のストレスと違うストレスを感じてもらうことで、より体が疲れない体になっていくと思っております。で、そのためにこういろいろ知り合いや通して紹介していただいて、そのようなプロアスリートたちに指導させていただいております。はい、今の話の流れですと、ボクシングの動作というものに関して、はい、ボクササイズ的なことでもいいのかなと思ってしまうんですけれども、はい、その辺はどうなんでしょうか。簡単にですね、道具さえあればできるという発想が実はそういったボクシングトレーニングの中であるんですけれども、それはもうほとんどあまり効果が少ないと思っております。例えばボクシングを殴るっていう動作も、全身を使う、先ほど申し上げたように全身運動ですので、それが単純な腕の屈伸運動になっているケースっていうのは多々あるんですね。ちょっとこの後そういった打ち方もご説明します。はい、それでは後ほど、これからですね、トムさんに、いいボクシングの打ち方、悪いボクシングの打ち方、両方とも実演していただきますので、そちらご覧ください。それでは先ほど行っていただくと言いました、ボクシングのいい例と悪い例を実演していただきたいと思います。最初に悪い例の方を、実演していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
回やはりグローブとかはさすがに最初皆さん買っていただくことが多いんですけれども、グローブをしてただ本当に腕の力だけで殴る、腕の屈伸をするっていうのが多いんですね。これだったら別にボクシングのグローブをする必要も正直ないです。はい、腕しか鍛えられないので。で次はいい例です。やはり地面から、地面を蹴って体をねじることでしっかり体幹をねじる、こうしっかりへそがぐるっと回るような感じの打ち方をできると全身が使えます。で何かもちろん叩いた方がいいんですけれども、まあ、ミットだってあったりサンドバッグみたいな大きなクッションのようなものを叩くと衝撃が体に返ってくるので それで筋力もしっかり、鍛えることができます。しっかり全身運動、地面から足、地面を蹴って体をねじる、体をねじる、体をねじる、体をねじる。でこれはストレートというパンチなんですけれども、横からこうフックを打つ、こういった打ち方も大胸筋を鍛えられますし、アッパなんかも同様に。でこういったアッパー、ストレート、フックといういろいろな打ち方をしてグローブを操れ触れることでよりバランス効果も、バランスを整える能力も上がってくると思います。今度は足の動きを見せていただきます。はい、右ストレート、右フック、右アッパー一緒なんですけれども、しっかりねじって拳を振る、体幹をねじる、拳を振る。で左フック、少し、左足の五指球で膝を内側にねじるような形で体幹をねじります。もう全ておへそが横を向く、横を向く、横を向くというような形で打てると強いパンチが打てると思います。本当にただの腕の屈伸になってしまうともったいない運動ですので、ぜひボクシングトレーニング、まあどんなスポーツもそうなんでしょうけど、経験者の方だったりボクシングジムの日程を教ることをお勧めします。本日はご視聴いただきありがとうございました。 See you next time。アイスホッケー日光アイスバックスの相馬修斗です。